クリミア半島ジャンコイ地域において、ロシア軍が輸送していた巡航ミサイルが突然の大爆発を起こしたという情報があったよね。どうやら、あの爆発の原因はカリブルにあるらしいぜ。このカリブルを脅威と感じたウクライナ側が、早速潰しにかかったってわけかな？でもロシア側の主張は違うみたいだね。さて今回は、そんなクリミア半島ジャンコイでの大爆発について、詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。2023年3月20日の夜、ウクライナ国防省はクリミア半島の北部にあるジャンコイ付近で大爆発があり、輸送中だったロシア軍の巡航ミサイルを破壊したことを発表したよ。ウクライナ軍情報総局が同日に発表した、ロシア海軍黒海艦隊のキロ級潜水艦から発射される巡航ミサイルカリブルが鉄道輸送中に破壊されたことと一致しているけど、これに関してもウクライナ軍の攻撃であることを示唆したみたい。このカリブルは潜水艦用だけではなく、艦上、地上、空中など様々なプラットフォームから発射可能な巡航ミサイルのことを指し、マッハ 0.8 の速度で飛翔して射程は潜水艦発射型で約 2000km、艦上発射型で約 1500km とされているぜ。クリミア半島は2014年にロシアが一方的に併合し、国際社会からはロシア領として認められていないが、着々と住民のロシア化を進めている地域であり、今回のウクライナ侵略を契機にゼレンスキー大統領がその奪還を目指しているね。ウクライナ側が発表したことについて、ロシア側はミサイルが破壊された報告を否定していて、逆にクリミア半島でウクライナ軍のドローンが民間のインフラ施設を攻撃したと報じていたんだ。それを裏付ける証拠としてロシア西部ブリャンスク州の知事は21日、石油パイプライン施設にウクライナ軍による無人機攻撃があったと通信アプリに投稿しており、そこの住民が撃墜されたドローンの破片を拾ったとしているほか、別の住民が家の近くでミサイルが爆発したために建物の屋根が吹き飛び、衝撃波によって窓ガラスが割れたと語ったことを伝えているよ。この報道に対してネット住民から、ロシア側はウクライナ全土の民間インフラを破壊し続けておきながら、クリミア半島だけでなくロシア本土が何らかの攻撃を受けると、ウクライナ軍が民間人をターゲットにしていると騒ぐが、国際社会において一方的で理不尽な主張が受け入れられると本当に考えているなら、その身勝手さには呆れるばかりだと非難する声が多いな。ロシアの傲慢思想は今に始まったことではないもんね。旧ソ連時代から指摘され続けてきたことだが、2022年2月24日にウクライナ侵略を開始してからも、ロシア側から発信されるすべての情報が身勝手、欺瞞に満ちていて全く信用できないという情報が西側諸国によって操作されているようにも感じてるぜ。昔から旧ソ連を見習ってきた中国や北朝鮮も、この件についてはロシアと同様か、あるいはそれ以上に身勝手かつ理不尽であり、自己中心的な思想を持ち、日本の共産党の主張を聞いたら程度の差があるとしても、共産主義とはそういうものだと納得させられるとの声が多数上がっているみたい。ウクライナ軍に対して、2023年4月頃までにアメリカをはじめとする NATO 加盟諸国から第三世代戦車が供与されることになり、アメリカからはエイブラムス、イギリスからチャレンジャーに、ドイツと他のヨーロッパの国々からレオパルト2を合わせて300両近くがウクライナに引き渡されることになっていたよ。そういった背景のもとウクライナ兵への操縦訓練などが進められているけど、そのことを懸念するプーチン大統領はイギリスの国防省が、ウクライナへチャレンジャーに戦車の供給だけでなく、劣化ウラン弾列の供給を表明したことを明らかにしたが、そのようなことが事実であれば、ロシアはそれ相応の措置を取ると発言したことを身勝手であるとの声も上がっているね。確かに劣化ウラン弾は戦車の装甲を貫通する力が強く、対戦車用兵器としてよく使用される戦車弾であり、微量の放射性物質が含まれるため、国際連合機関でも懸念が示されているぜ。劣化ウラン弾についてはロシア軍も普通に正式採用しているものでもあり、ウクライナ侵略戦争においても同種のものを使用していると見られているが、明確な証拠は出ておらず、それに対してロシアは西側が核兵器を使ったのと同じ意味を持つため、
それ相応の措置を取ると発言しただけだな。つまり、自分たちがウクライナに対して使用しているのかも明確にしていない劣化ウラン弾を、西側諸国がウクライナに提供することイコール核兵器を使用したものとみなして、対抗措置として核兵器を使用するという話をメディアが誇張して報じたに過ぎないってわけだ。このことについてはロシアのショイグ国防相も同じように、イギリスがウクライナに劣化ウラン弾を提供することによって、西側諸国との核衝突にまた一歩近づいたと発言していたのにも当然の抑止力だと感じたよ。これに対してアメリカのカービー戦略広報調整官は次のように述べていて、ロシアは論点をすり替えようとしているに過ぎない。劣化ウラン弾は数十年にわたり、西側諸国だけでなくロシア軍でも一般的に使用されている。ロシアがこれ以上、ウクライナ軍に戦車を破壊されたくないというなら、不当に侵略して占領しているウクライナから退けばいいだけの話であり、そもそもロシア軍がウクライナ領内に存在していることが場違いなのだとプーチン大統領を焚きつけるような発言をしたね。またイギリス国防省からも劣化ウラン弾は世界中で数十年使われてきた標準装備であり、ロシアはその事実を隠して意図的にデマを流していると自国を正当化する発言をし、ロシアの対応を非難していたよ。日本においてロシア事情に精通している東京大学先端科学技術センターの小泉雄専任講師でさえも、ロシア製の鉄鋼弾の中にも対戦車用に劣化ウランを使用している弾頭を持つ砲弾があるのは間違いなく、今回の侵略戦争においてそれらを使っていないことはないと思われ、要するにこのウラン劣化弾という砲弾は戦車の大砲における通常弾に過ぎないという結局は、アメリカやイギリスに同調した発言を載せただけであったんだ。続けて、それに対する報復として核兵器を使用するといったことは、あまりにも荒唐無稽であるとしていて、ロシア側は政治的に西側諸国のウクライナに対する軍事援助を牽制しているだけと考えられる。これ以上の援助をしないようにするための脅しの材料として言っているだけだという見方を示したんだって。また、ロシア側では劣化ウラン弾の他にも、国際社会から見れば自己中心的で身勝手で理不尽な言動が見られていると言われている中、3月24日にロシア国家安全保障会議副議長のメドベージェフ前大統領が、ロシアメディアの記者らによるインタビューを受ける様子を撮影した動画を SNS に投稿していたぜ。その内容としては仮にロシアが実効支配しているクリミア半島に対して、それを奪還することを目指してウクライナ軍が攻撃してくるならば、ロシアにおける核兵器使用抑止としてドクトリンで規定されたものと照らし合わせたとしても、ロシアが全ての防衛手段を使用する根拠になるのは明白だと述べて、行動を慎むように抑止したな。さらにメドベージェフ前大統領は敵がロシア国家の一部を切り離そうとする試みは、ロシア国家の存在自体への侵害であり、核を含む全ての兵器を使用できる根拠があることを、海の向こうの国家が理解してくれることを願うと柔らかくアメリカを牽制したけど、西側諸国の戦争長期化作戦は未だに続いていて終焉が見えてこないよね。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。